人生を情熱的に刺激系荒々しくジェット中島です。いや、今日は最初に伝えておくんですけど、ビジネスとは全然関係ないです。で、今、日本に帰ってきて、で、葛飾区の立石っていうところの実家に住んでるんですね。で、最寄り駅の一つである四つ木に行った時にキャプツバ推しがすごかった。キャプツバのデコレーションがすごくて、で、その興奮を皆様と共有したいなと思ってお届けします。まずはじめに四ツ木駅っても全然わかんないと思うので簡単な説明をすると、京成押上線、京成線の中の京成押上線という路線の一つで、浅草からだと約15分ぐらいで、上野からだと30分ぐらいのところに位置する駅になります。で、葛飾のこの地図でいうと、南西部に位置していて、で、荒川を渡るとすぐ墨田区になるような本当に葛飾の橋の方の場所になります。前回四ツ木駅に降りた時に、なんでこんなにキャプツバってドローカルの駅で推してるんだろうなっていうふうに調べたら、作者の高橋陽一先生の出身地がこの四ツ木だからなんですね。この翼のこのユニフォームに南葛って書いてあるんですけど、これも高橋先生の出身校である東京都立南葛飾高校にちなんで南葛というチームに名付けられたみたいで、で、それで現在のことを伝えるとリアルなところですよ。葛飾区から J リーグチームをっていうのを標語に、現在リアルに南葛 SC というチームが結成されて、2012年から活動してるんですね。日本を代表するアニメがもう葛飾出身というのであれば、もうこれは応援するしかないかなと思って行ってきました。ですね、四ツ木駅到着しました。この後ろの背景見えますかね。このキャプツバの主人公たち、主人公とそのライバルたちがみんないて、で、この隣、ここ今ファミマなんですけど、ファミマのところにもポスターがキャプツバのが貼ってあったりして、本当にここに来ればキャプツバの 全主人公見れるんじゃないかっていうぐらいアニメファンにとってはたまらない場所になってます。で、これから中に入って、で、実際の、もっと他の楽しいイベントじゃないんですけれど、モニュメントとかもあるので、それを見学しに行きたいなと思っています。こちらの後ろが改札口になっていて、ぐるっと回るとこういう風にもう全部がキャプテン翼推し、ここも合わせてキャプテン翼推し、この後ろ見えますかね、銅像巡りマップっていうのがあって、この葛飾に何箇所かキャプテン翼の銅像、三崎くんだったり小次郎だったり翼くんだったりの、渋江公園だったり、確か南葛高校とかにも置いてあるのかな、置いてある
ってあって、そのマップどこにあるのかっていうのが見れるのがこちらのマップになります。今イニエスタがあるんですけど、このだいぶリアル感がありすぎてちょっと気持ち悪いぐらいで、このイエニスタが公式のポーターみたいですね。でこっちには翼くんがいて、等身大で並んでるところを撮りましょう。そうそう、こんな感じになっています。でこれがオープニングセレモニーが行われたのが2019年3月4日で、この時には実際に高橋先生とイエニスタが来て写真撮ったり、あとこっちには南葛 SC、翼くんがここにもいますね。で次見ていきたいのはこの後ろのモニュメントで、実はこれ全部切手を貼り合わせて作った翼の絵になるんですね。でこの細部がね、結構どう作ってんのっていうぐらいに面白いアートになってて、拡大して見てみましょうか。上を見上げるとそこにはオーバーヘッドキックだ。この上下の仕掛けと絵のダイナミックさは見応えありです。こちらは改札対面側からぐるっと全体を見渡しました。床一面がサッカー場になっていて、私が立つのはゴール前、そこには若林源三の気分で守っております。続いてこちらの柱には美咲くんがいました。こっちには少年時代の石崎くんもいるよ。翼を挟んでやっと日向小次郎に出会えました。これで俺が見たかったのは、これはなんだ、ロベルトのメガネ。そしてここには四つ木ミュージアム、イエニスタ選手も来駅っていう風に書いてあるので、京成線の四つ木駅は俺たちでいっぱいだ。アイラブハリケーン、これは誰でも知ってるよね。俺も口に出したくなったよ。撮影スポットにはぴったりだね。ここにヒューガ小次郎がいました。ヒューガ小次郎はやっぱりかっこいいなと、なんかエースっぽい無骨さと、なんか精神力の強さみたいなものがあって、これはね結構キャプツバ知らなくても、まあ、知ってるキャラなんじゃないかな。でこっちの両隣に立花兄弟のやつだったり、あとこっちは翼の小さい頃のやつですね。でこっち後ろの方に若林くんがいました。はい、では皆さん今日はいかがでしたでしょうか。葛飾っていうとどうしても柴又亀有とかが有名で、他の名所とかって知らないと思うんですよね。特に葛飾の外に住んでる、もしくはこの東京の東側ではなくて反対側の西側とかに住んでる人、四つ木とかっていうのは最近の新しい名所で、我々もね歩き回ってみて非常に楽しいんですよ。
だから葛飾の大好きな人間としてはこれをどうにか伝えていきたいなと思っております。では電車が来たのでこっちに行きます。またそうそう、立石もちょっとだけキャプツバあるよ。